Hello, everyone. Welcome back to another episode of Yakuza 6. So, yeah. Snack Kyomi no Yasa no Keta ga nokotto hasu ja. Moshikashitara, Keta no hasshin rireki ni nani ka tegakari ga aru kamoshiren. Kiyo-chan ga mise ni modotta ra kiite mimashou ya. Now that we're back in Onomichi, We're going to try and do some sort of story. 事務所なんかにおったらもうとっくに捕まっとるぞ。お前他に心当たりの場所はないんか。すいません、キリュウの兄貴。もう少し考えてみます。ああ、墓地の方なんてどうじゃろう。あそこは外から死角になっとるし、人通りも少ない。確かに、あそこは滅多に人が来ないからな。調べてみてもええかもしれん。あ、そうじゃ。喫茶アポロ行ってみたらどうじゃ。喫茶アポロは親さんがいつも出前取る店じゃ。確かに喫茶アポロのマスターなら何か知っとるかもしれんの。喫茶アポロは商店街にある。行ってみる価値ありそうじゃ。 Cool. Thanks for all the ideas of where to... ここ出るんすか。なら俺らも行きます。表にはまだ本家の連中がいるでしょうし。いや、俺一人でいい。I need to go make friends with people at the bar. そうな場所を考えててくれ。一人で行くって、そが無茶な。俺と違ってお前らはこの町で生きる陽明連合会の人間だ。これ以上上に弓引かない方がいい。All right. I got some shit that I need to do.It's up this way. I'm gonna fight these guys because they're in my way. Yeet! Wow, 75,000 yen. Alright, cool. Thank you. Shibaraku neteru.All right, you required protein. Rise up no pro. Here you go. Hola, これでいいか。おお、これがかの有名なライズアップってとこのプロテインか。さ、早速食べてみてもいいか。He's just gonna be jacked. Nope, never mind. おお、たぎってきた。体の底から力がみなぎってくるような。I don't think it works that quickly. Yosh, この勢いのまま、あんたのチームで活躍させてもらうぜ。俺は川村隆夫ってんだ。よろしくな。Nice. Need to keep finding players for the Warriors if we want to help them really succeed. And there was the guy down here who was not baseball. He is the trainer who wants the pork.Got you, bud. お望みのとんかつ弁当だ。いやいや、助かった。私としたことが危機管理が甘かったようだな。それにしても、見知らぬ人間を救う君の優しさと心意気、尊敬に値するな。君、名前は?キリュウだ。キリュウ君か。私は西郷。危機管理のプロフェッショナルとして活動している身だ。危機管理のプロ。うん。サブストーリー。最近の日本に迫っている危機と聞いて、何を連想する？日本に迫ってる危機。わ
何なんだそれは。言ってしまえば平和ボケだ。今の日本人は平和の上にあぐらをかいている。私は中東を中心に傭兵として戦ってきた。多くの敵と味方が死んでいく姿を見てきたんだ。そんな私から見れば、今の日本人は誰も彼も皆無警戒すぎる。危機意識が足りなさすぎるのだ。ほう。だから私はそんな隙だらけの日本人に危機管理を学ばせる活動をし続けているのだ。で、その危機管理のプロがなんでこんなところで行き倒れてたんだ。まあ簡単に言ってしまうと金欠だな。実は私はより大きな危機に対応できるように最強の護身術を完成させるための旅に出たのだ。最強の護身術。うん。私は世界各国を回り、様々な格闘技を体に叩き込み、最強の護身術を仕上げていった。だがその途中で金が底をついてな、志半ばにして泣く泣く日本に帰ってきたのだ。危機管理のプロならもう少し計画的に動けよな。しかし途中で戻ってきてしまったせいで、私の最強の護身術はまだ完成できていない。かといって世界にまた出向く金もない。どうすればいいか正直悩んでいるのだ。よくわからんが、海外に行けないなら近場で済ませるしかないんじゃないか。近場で済ますか。さすが桐生君、まさにその通りだな。金がない私としては、この尾道近辺で私の護身術完成に使ってくれる人間を探すしかない。まあそんなやついるかわからんがな。そうかね。どこかにいないかね。No. 俺はやらないぜ。まあそう水臭いことを言うな。君は日本の未来が心配じゃないのか。私の護身術が完成するということは、多くの人々を危険から守ることにもつながるんだぞ。素晴らしい人助けだと思うんかね。別に思わん。わからずやめ。カモン。ならば無理やりにでも付き合わせるのに。何？おいおい待てよ。ははは。甘いぞ桐生君。All right. Daijiro Saigo. Feel a little bad about that one. すごいな、キリュウ君。世界各国を回ってきたが、こんな相手はそうそういなかったぞ。これは最高の相方を見つけられたな。相方？まさかお前また付き合わせる気じゃないだろうな。よくわかってるじゃないか、キリュウ君。その通りだよ。君と戦っていると。自分に足りない動きをいろいろと深く学ぶことができそうだ。今後も私と戦って私の護身術完成に協力してもらいたい。だが嫌だと言っても私は諦めないぞ。Oh my god, it's macho everywhere. 協力してくれないとストーキングとかしちゃうかもしれんぞ。それでもいいのかね。それは嫌だな。たくしかたねえな。わかったよ。暇な時にでも相手になってやるよ。いい心がけだ。君の決断が危機管理業界の未来を光で照らすだろう。では今日はこれにて、また近々手合わせ願うとしよう。それではさらばだ。また変なことに巻き込まれしまったな。だが、あいつも一応危機管理のプロらしいからな。俺も学べるところは奴から学ぶとしよう。うわ、犬の糞を踏んでしまった。
Alright, I need to make... That's not this one. You... Oh, okay. Wandering around is a trouble mission, so beat him down in that way once you beat him twice. So I have to fight him two more times, it seems. But he'll be wandering. Fuck! Okay. So desu ka. Mata yoroshiku onegai shimasu ne. Alright, so I might be able to do the bar chat stuff. Let's find out. This is a similar grind, I think, to the cabaret. Alright, cool. I have enough money. Alright. Hello. Otsukare. Hello. Matte ta ze. Yeah, okay, so that seems to be the first one. The third one. Okay. Nope, nope. Nope. Yeah, face him. Nope, don't want mama. There we go. Konaida musume ga sa. なるほど、大変だったな。Three hearts. I can talk to you. 一緒にどうだ。そりゃ本当かい。なるほど、大変だったな。No. 今度は違う人と飲んでみるか。ママ。ママ。Oh. Guess who's hungry? Hell yeah. へえ、すごいわね。顔真っ赤よ。少し酔いを覚ましてきたら。ああ、ちょっと風に当たってくる。また来てよ。I'm drunk.Okay, what's funny about this is I'm just pushing forward. Like, I'm not changing direction at all. It's just forward. Hey, maybe fighting them is gonna be good. Oh. Gentlemen! I'm drunk! That guy was moving off, like he was leaning against the car and then was moving off of it.
Wow, more money. I'm good. That's hunger. Damn it. Do I not? I don't have the thing for. For getting sober. Good news is actually I can control myself a little better now, it seems. So. Isn't that. What's the matter with kids today? ため息なんかついてどうしたんだ、畠山さん。ああ、桐生さんか。いや、まあ大したことじゃないんだけどさ。なんか僕の大事なものが盗まれちゃったらしいんだ。盗まれたって、泥棒にでもやられたのか。泥棒か、まあそうかもしれないね。俺でよかったら話くらい聞くぜ。スナックもすぐそこだしな。そっか、なんか悪いね、気を使わせちゃって。あら、いらっしゃい、桐生さん、畠山さん。ちょうどさっき源さんも来たとこなのよ。一緒に飲みましょう。ああ。ん、なんだい畠山さん、元気ねえな。そうね、なんだかいつもの覇気がないわ。なんかあったの？うん、実はさ。What? それでなんでそんなに元気がないのよ。何やら大事なものが取られたと言っていたが。え？泥棒？大事なものってあれか？料理人だし包丁とかか。どうなんだ？そんなもんいくらでもくれてやるよ。I have the options. そこはもう少しこだわってて欲しかったわ。そうだな。じゃあ何が盗まれたんだよ。実は、娘に彼氏ができてしまったらしいんだ。わあ。Give us the deets。あれ？今盗難系の話だったわよね。立派な盗難だよ。僕のマナ娘がよその男に取られたんだよ。ああ、そういう話か。娘さんっておいくつなの？高校2年。高校ってまだガキじゃねえか。それで色恋って。You aren't sure they can。そんなことねえよ。何言ってんの？高2なんて恋したい盛りじゃない。まあ確かにそうか。思い出すわね、私の高校時代。やっぱママはモテてたんか？そりゃまあモテたわよ。でもね。We need the deets。私の本命だった田中君だけは振り向いてくれなかったのよね。田中君の愛さえあれば、その他大勢のラブレターなんていらなかった。なんだよ、ちょっと甘酸っぱいじゃねえか。まあ戦も敵将を打ち取ったら勝ちだもんな。恋も同じってか。Yeah, that's so true. あのさ、ママの恋愛論はいいから、今は僕の話を。つっても高校生の娘に彼氏ができたって話だろ。まだできたって決まってない。俺はママの乱れた学園生活の思い出の方が聞きたいんだがな。Hey, you know what? I'm with you there. 別に乱れてないわよ。おいおい、桐生さんもなんか言ってやってよ。I'm hearing you out. とりあえず、今は畠山さんの話聞いてやろうぜ。桐生さん、ありがとう。しゃあねえな。それで彼氏の真相だっけ？結局どうすんだよ。というか、なんで彼氏がいるかもって分かったの？ Yeah, good question. 今朝、妻と娘が話してるのを聞いちゃったんだよ。ああ。Yeah, makes sense. なるほどな。
でも娘に直接そんなこと聞いたら嫌われそうでさ。お年頃だものね。でもいずれ娘だって嫁に行くんだぜ。うろたえすぎだろ。He's kind of right. まだ早いよ。もう少し僕のそばにいてほしい。ちなみにこれでチャラチャラした軽い男が彼氏だったら？いや、でも殺すかもしれない。逆に誠実な好青年だったら？まあ殺しはしないと思う。この人に包丁握らせて大丈夫なのか？いや、they probably shouldn't。でも相手って大事よね。私も娘がいたら不良の彼氏は嫌かも。直接嫁さんに聞いたらいいんじゃねえのか？ Sounds good。 妻は娘と結託してて教えちゃくれねえよ。こういう時親父って弱いよな。 So true。 どうしたものかしらね。 Do you have any other information？ 他に何か情報はないのか？娘でも男でもいいが。そうね。どうなの畠山さん、情報か？なんかあるな。これはこれから娘はデートをするらしい。 She is。 おう、デートか。この辺でデートって言ったらラペンテかしらね。まあ昔からの定番だよな。気になるならちょっと行ってみてきたら。実はただの友達かもしれないし。でも娘のデートを覗き見るって人間失格だよね。 That's true, but you know what? You're her father. 嫁と娘の会話盗み聞きしたおっさんが今さら何言ってんだか。それにもし相手が不良だったら理性が保ってないかも。いろんな感情がせめぎ合ってるわね。 Head over there. 悩むより行動だ。 The only choice. まずは行ってこい、畠山さん。桐生さん、私も様子を見るくらいならいいと思うわ。それにそんな状態じゃカキ料理だって作れねえだろう。よし、わかった。僕ちょっと娘を陰から見守ってみるよ。みんな話聞いてくれてありがとね。おう、しっかりな。間違っても殺しちゃダメよ。わかってるよ。ギャッギャッギャッ。 Life of the partyさんは娘を影から見守ってくると言っていたが、どことなく心配だ。娘はラペンテでデートと言っていたな。俺もちょっと様子を見に行ってみるか。Hey, let's go, Kiryu. Let's go spy on someone else's daughter having a date.Lepente is the one that's up here, right? Yeah. Lepente, whatever, however it's pronounced. Meow. I need to fight you again.Let's go! Why are you trying to kill me? Hey, your health bar is a lot bigger. You actually survived a full combo. Okay, bye. Lepente. Yo, Hatakeyama-san. 何か進展はあったか？え、キリュウさん、なんで？あんたが娘の彼氏を包丁の錆にすんじゃねえかと思ってな。様子を見に来たぜ。だからそんなことしないって。だいたい娘の相手はまだ来てねえんだ。まったく、娘はあそこで待ちぼうけ食ってるよ。ほう、あの子が畠山さんの娘か。しかし待たされてる割には
楽しそうにも見えるな。畠山、お待たせ。ごめんごめん、野球部の練習が伸びちゃってさ。待った。ううん、私も今来たところだから。お、そうなの。いやちょうどよかったよ。何がちょうどよかっただ。娘は30分もあそこで待っていたんだぞ。娘の貴重な30分をどう償ってもらおうか。まあまあ、あんたの娘は怒ってねえみたいだし、別にいいだろ。今は黙って見守っておこうぜ。でさ、早速なんだけど、ここがよくわからなくてさ、教えてくれねえかな。どれどれ。ああ、これね。これは三平方の定理を使って。She's his tutor。なるほどな。なんかあいつら勉強始めたぞ。メオ。いやー助かったよ。やっぱり畠山教え方うまいわ。あいつらただ勉強してただけじゃねえのか。至って健全に見える。考えすぎだったのかな。でも急に勉強なんてどうしたの。サトシ君ずっと野球一筋だったのに。だって今の成績じゃお前と同じ大学行けなさそうだしさ。もうお父さんには言ったの？大学のこととか。ううん、まだ言えてないんだよね。進路のこともサトシ君のことも。そっか、もし言いにくかったら俺も一緒に行くし。あ、でも娘は選んって怒られるかな。お父さん優しいからそんなことないと思うよ。でも最近話す機会あんまりなかったかも。ちゃんと言わないとね、私のこれからのことだな。俺はまず勉強を頑張らないと。お父さんに認めてもらわなきゃな。野球もでしょ。来年は優勝できるといいね。おう、俺畠山のためにホームラン打ってやるからな。何それ。じゃあ期待してるね。ありがとう桐生さん、一緒にいてくれて。いや俺は何もしてねえよ。それより大丈夫か。I mean、うん、yeah。僕はさ、娘ってのはいつまでも可愛くて、そばで守っていくべき存在なんだって思ってたんだ。でも違うんだよね。大きくなったら恋だってするし、ここから旅立ちもする。当たり前のことなのに見ないふりしてたら、いざその時になったら慌てちゃって、子離れしないといけないってのに。かっこ悪いな僕。頭じゃ分かってるんだけど、親父って辛いもんだね。As much as I hate that I have that on there, it's actually one of the more used ones. It's so much better than Hydrate, honestly. Satoshi ってやつも呼んで、カキパーティーでもしてみようかな。そりゃいいかもな。さっきの感じだと悪いやつでもなさそうだったぜ。じゃあそろそろ僕は店を開けないと。いろいろありがとうね。Would you though? Did you know I drink already a lot, like during a stream? That's kind of why I have the dehydrate one. 娘との会話もうまくいくといいな。頑張れよ、畠山さん。I don't think I can look that up, honestly. I might be able to. Yeah, right? What time is it? Does it actually give me a time? No, it's just night.
Hey, who wants midnight oysters? Also, what up, Papa? Oh, whoops. Yeah, you could dehydrate me a few more times if I didn't have the cooldown on it. Cat. Shit. Which one were you? Where's the cat? That's Cabaret. I don't want Cabaret. Cat. Odomichi. I think you need beef. Hola. Hello. うまそうだな。よし。いい子だ。キャリー。十分なついたな。よし。また夏。I think I have like, do I have a couple more here? Is it mini game?Okay. So Victoria is the last one in there. 1, 2, 3. Okay, I have 3 cats still. You know what I mean, Chi? That's fine. What's my food situation? Oh, food situation's fine. Meow. Actually, before I do that.Go back into chapter 5. ちょっと飲んでいくか。お、キリュウさん。今ちょうどこいつとキリュウさんの話をしてたんだよ。I do have to do these in order? 俺の話?どうも。秋吉です。キリュウさん、畠山さんの相談に乗って励ましたりしてたんですね。俺てっきりなんか怖い人かと思ってちょっと避けちゃってました。キリュウさんがいい人だって知ったら、今度はいろんな話聞いてほしくなっちゃって。たく調子のいいやつだろう。まあ適当に話聞いてやってよ、キリュウさん。よろしくお願いします。そうか。飲み仲間が増えるってのはいいことだ。こちらこそよろしくな。Akiyoshi-san. Hi! Can I drink with Akiyoshi? Oh, you're new too. Alright. Issho ni dou da? Oh, sonna koto ga. Maji s ka?Wow, all right, cool. That jumped up pretty far. Hey, good thanks, asshole. All right, fine. Fuck off. Hatakeyama-san. Oh, Kiryu-san. How are you? Did you talk a lot with your daughter? Yes, thank you. That chat. Satoshi-kun was a pretty good kid. That's right.ちゃんと打ち解けられたようだな。ああ、それに子供たちの成長を喜ぶのが親の責務だしね。ところでさ、キリュウさんは野球をやってるって聞いたんだけど。Oh, I needed to talk to him to get him actually part of the baseball team. まあ、草野球だけどな。もしよかったら、僕もチームに入れてくれないかな。ん?どうしたんだ急に。実は娘は野球をやっている男をかっこよく思っているらしくてさ。娘の前で
いい格好をしたいってか。ダメかな。それにサトシ君とも話せる話題を増やしたいし。That I'll give you. もちろん大歓迎だ。But the like, my daughter seems pretty into baseball players. Like, right? ありがとう。これからもよろしくね、キリュウさん。Friendship. We are kindred spirits. Rank up. I am the occasional customer in the hierarchy of the bar. You know what? Let's play darts with Mama. させてもらうわ。全力で来い。よし。ライト。Double bull. Yatta. Nice pull. Kimeru ze. Yoshi.Playing this with these darts, the was it Paul Lim darts, and with a mouse. It's real nice. Nice pull. Oh, shorted that one. Oh, no. There's one left. Yes.That's high, but oh, that I aimed far enough right to where if I shot high, it was going to still land in there.Nice one. There. 勝負ありだな。私が負けるなんて。また遊びましょう。ダダダダ。ダダダ。ダダダダダ。No. Good song. Love this song. もう
I love how this, like, everyone's watching nobody sing. Just everyone's watching Kiryu just be him. That's the one. Couldn't remember the name of it. This is the Happy Kiryu song. Ba-d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 a. To see Pocket Circuit Fighter again, though. Pocket Circuit Fighter. Things got lively. Okay, so I can't do anything. I can't, like, double up on that. That's unfortunate. So I've already talked to you.
Already drank. Tried talking to those two. Those two told me to fuck off. So... Hey, Oops. Ooh, boy. Let's do that. And do a Sochu. Hey, sugoi wa ne. Can't really talk to anyone else, I don't think. Takeyama-san. Kiryu-san, issho ni nomou yo. We'll drink together. Konaida musume ga sa. Naruhodo. Taihen datta na. Chotto nomisugi sanai? I'm drunk. Sou da na. Sake, umakatta ze. Ja ne. Ow. Wait. I forgot these vending machines have things that could sober me up. Effectively sobers you up. See if there's any. Okay, so it's only this one, which is fine. Hey, I'm sober. I don't feel like fighting him, so. Wait till that guy figures his life out. Alright. Gen-san ga snack ni haitte itta na. Oru mo chotto kao o dashite miru ka. Ara irashai, Kiryu-san. Hey, I'm back. Oh, Kiryu-san mo kita ka? おお、つかれ、キリュウさん。お、You're in a good mood。なんだいそりゃ。キリュウさんを迎える歌だよ。そんなしょうもないの歌うならカラオケ使ってよ。せっかく新しいやつ導入したんだから。カラオケか。それなんだけどよ。たく恨むぜ、ママ。恨む？なんでよ。だってさ、なんで私がゲンさんに恨まれなきゃなんないのよ。ママ、俺の趣味知ってる？カラオケで歌うことでしょ。このスナックに通ってりゃ誰でも知ってるよ。tell me about it。発声よくするために筋トレとかしてたしね。ほう、そうなのか。よかったじゃん、新しくなってさ。最新機種よ、最新。奮発したんだからたくさん歌ってよ。歌えっつったって。あれは無理だぜ。Yo, why not? 無理って？あんなハイテクなもん、俺には使いこなせねえよ。ああ、そういえばゲンさん最近歌ってないね。He hasn't? そうなのか。でも他の人が歌ってる時、楽しそうにしてたじゃない。そりゃあまあ、俺はカラオケで歌うのも聞くのも好きだからな。確かにありゃ音もいいし、いいもんだってのはわかるぜ。It really is。その通りだ。じゃあ歌いなさいよ。その筋肉はハリボテなの？ママ、落ち着いて。俺があんなハイテクでハイカラなもん使えるわけやねえんだよ。Yeah, you know what? If I can, you can. そんなことねえよ。I'm dumb when it comes to it. リモコンにテレビみたいなのついてるしよ。それが便利なんじゃないの？ I agree. そうだな。手元で簡単に曲選べるし。そうは言うけどよ。あれ？もしかして今のカラオケで一回も歌ってないの？
Yeah, have you? どうなんだ? Yeah, have me? そうだよ。もう俺のコンサート会場は家の風呂場だけよ。あ、そう。せっかく新しくしたのに恨み事言われるなんて。どう思う、キリュウさん? Why don't you give it a shot? I like spaghetti. とりあえず、一回歌ってみたらどうだ?そうよ。食わず嫌いしてるだけじゃないの?俺は新しい機械ってのがとにかく苦手なんだよ。最近やっと電話の呼吸を使えるようになったってのに。ゲンさん、過去からタイムリープでもしてきたの? Well, are you? どうなんだ?してねえよ。もう、ゲンさんがたくさん歌ってくれると見込んで導入したのに、これじゃ赤字じゃないの。ああ、やっぱりそういう狙いだったんだ。そりゃまあビジネスですからね。そうだな。たく何でもかんでも機械機械ってどうかと思うよ、俺は。このままだと人類はそのうち乗っ取られるよ、ロボに。前のカラオケも機械なんですけど。ね、good point。確かにな。まあまあ落ち着きなよ、ゲンさん。そうよ、機械なんてなれよ。ねえ。Machines are pretty useful too. Airplanes are nice and comfy. 機械も便利なんだぜ。I love some of the weird ones. うんうん、そうだね。しかし新しいと言ってもいきなりの最新機種投入は僕も驚いたな。こういうのは勢いが大事なのよ。すぐに慣れたでしょ。まあね、いつもランキング上げようとしてムキになっちゃうよ。 You know, I know the feeling。 ランキングつったってこの店の客の数なんてたかが知れてんだろう。うるさいわね。違うんだよ、この店のランキングじゃなくて全国ランキング。全国？そのカラオケで歌うと自分が全国で何番目にうまいかすぐわかるのよ。もうこの小さい店にとらわれず全国を相手に歌で戦えるんだよ。あんたたち、うちの店の規模に不満でもあるわけ? You know what? Size doesn't matter. 歌で全国ランキングって?それすげえじゃねえか。そんなことできんのか? Yep. できんのよ。なんで教えてくれなかったんだ?ゲンさんが勝手に拗ねて聞く耳持たなかったんじゃないの? You know, she's right. なんも難しいことなんてないと思うんだがね。Let's just sing on it. 歌ってみようぜ、ゲンさん。俺もよく歌うが簡単だぞ。そうだな。じゃあちょっとやってみるかね。うんうん、すぐ覚えられるわよ。そういえばゲンさんってどんな曲歌うんだ。前はよく演歌を歌ってたわよね。まあ演歌も好きだが、俺は今あの曲を歌いたいんだよ。あの曲？本日はダイヤモンドってやつ。え、ちょっとゲンさん、そんなポップな曲好きだったの？初めて聞いたよ。俺だってポップソングぐらい聞くわ。ラジオで聞いてからすっかり耳から離れなくなってな。そのカラオケには本日はダイヤモンド It sure does。 そりゃもちろん入ってるわよ。私も昨日歌ったし。よっしゃ、じゃあ一丁歌ってみるか。ゲンさんにカラオケ教えて、本日はダイヤモンドで全国取るぞ。ゲンさん、あんた歌うまいんだな。 Like the dramatic eerie music playing in the background。 何を今さら言ってんだい、キリュウさん。俺の歌声は尾道一よ。しかしあれはすげえ楽しかったな。歌いたい曲何でも入ってんだもん。喉がいくつあっても足りねえぜ。楽しめたようでよかったぜ。ハイテクも悪いもんじゃねえだろ。確かにな。と言っても俺も偉そうに言えるほど機械に明るいわけじゃねえんだけどな。それでも俺よりずっとマシさ。俺はなんだか時代に置いていかれてるみたいで、新しい機械ってのが好きじゃなかったんだよ。でもさっきみんなにいろいろ教えてもらって、そりゃ間違いだと気づかされたぜ。俺が勝手にビビって時代から取り残されてるだけだったんだよな。だとしたらこれから時代に追いついていけばいいさ。まだまだ遅くねえと思うぜ。そうか、そうかもな。どれ、まず手始めに最近流行ってるスマホとかいうやつを買ってみっかな。これもハイテクで便利なんだろ? Pretty much。 それにスマホなら俺も持ってるし、
少しくらいなら教えてやれるぜ。本当かい？頼りにしてるぜ、桐生さん。じゃあ全部は急げだ。ちょっくら買ってくるわ。またスナックで会おうぜ。ああ、またな。やれやれ、気の早い人だ。だが源さんのハイテク嫌いも治って、またカラオケやれるようになってよかったぜ。ナイス。Alright. Back in! I'll come back. Why do I need to come back later? Oh. Okay. Gen-san からメールか。なかなかにスマホを使いこなしているようだな。スナックにいるらしいから、俺も顔を出してみるか。はい、back in。よー、桐生さん、こっちこっち。源さん、早速スマホ使ってるみたいだな。もうバッチしよ。さっきからずーっとこればっかりいじってるの。すっかりはしゃいじゃって。だってこれすごいぜ。なんだってできちまうんだよなあ、キリュウさん。ああ、便利だよな、スマホ。 GPS で自分のいる位置の天気もわかるし、地図に行きたいとこ入力すると True story. ナビもしてくれんだ。へえ、確かに便利ね。それにこいつで音楽も聴けるんだが、音もいいんだよ。それでちょっとキリュウさんに教えてほしいんだが。え、ああなんだ。今度これで聞くように Bluetooth ヘッドホンを買おうと思うんだが、何かおすすめってあるかい？ Bluetooth? いや、その辺は俺もまだ。 I'm kidding, you wouldn't want to wear these for. そうか。まあ何かいいやつ見つけたら教えてくれや。 Like actual Bluetooth usage. しかし電波弱いな、この店。ちょっとママ、ここ Wi-Fi 入れてよ。情報は速度が命なんだからさ。 Wi-Fi? はいはい、また今度ね。 Oh, cure you. まったく極端なんだから。俺からあんたに教えられることはもう何もないようだな。まだ一つも教えてなかったが。さて、じゃあ今度はカラオケすっかな。まったく自由ね、源さんは。よし、今日は歌うぞ。ママとデュエット10時間。 12 hour duet with ママ? Not 24 hour Cinderella? ちょっと勘弁してよ。そんなに歌ったら喉潰れちゃうわ。まあまあいいじゃねえか。まずは俺のお箱。本日はダイヤモンドからだ。何はともあれ、ゲンさんのカラオケ好きが復活してよかったな。そうね。ちょっと心配してたけど、これで一安心。ゲンさんの歌がないとやっぱり少し寂しいし。ふん、本当に賑やかな店だ。So that's closed. Now I need to go back in. I need to talk to him, get him part of the baseball team, and then talk to some other people. いらっしゃい、桐生さん。桐生さん。お、キリュウさん。どうだ、カラオケ使いこなせてるか？もうバッチリよ。会員登録も済ませてさらに快適だぜ。私よりも詳しくなっちゃってなんだか複雑。そうか、そりゃ何よりだ。ただ最近歌ってなくて筋トレもサボり気味だったから声が思い通りに出ねえんだよな。確かに前世紀に比べて声の伸びが少し足りないかもしれないわね。それで桐生さんに相談なんだが。うん、なんだ。桐生さん草野球やってんだろ。俺を草野球チームに入れちゃもらえねえかな。源さんをチームに。
ああ、野球をしながら体を鍛え直して、あの頃の歌声を取り戻してんだ。もともと腕っぷしには自信があるからよ。ダメかな？なるほど、そういうことか。もちろん歓迎だ。長打を期待してるぜ、ゲンさん。おう、ありがとうよ。これから野球でもよろしくな、キリュウさん。Hell yeah. Kindred spirits once again. Moving up the ranks again. I'm now a frequent customer. Alright. Talk to you. Oh, そんなことが。マジっすか。Nice. So, should be able to have a mission with you now. Let's play darts with Mama again. 相手になるわよ。We'll just do count up. 手加減なしよ。全力で来い。Oh boy. That was really bad. I did that kind of out of peripheral vision. But boy. Yes.Nice one. It's weird not having music for this. It's really fucking quiet. Ooh, okay, I was low enough to where that offset.I think Mama has her own, which is kind of why I'm doing this. Oh, oh, Mama, you're throwing. Why are you throwing so bad? I have to get. No, she can't. I could basically scratch out, and she still won't be able to beat me. The highest she can get is 280.Domination. Watch, she somehow gets 400 in this one. It's like, yes, that's not how the game works.Nice one. Perfect. It wasn't a perfect one. また遊びましょう。 All right. Karaoke. Let's be a sad boy.I'm glad this actually, like, counts towards their friendships. Tagaeta
damage. Oh, Reyna. And Ishiki. I like that if you played this game and didn't play Yakuza 0, this basically like spoils a lot of Yakuza 0. At least the relationship between Nishiki and Kiryu. Not bad, I guess. Alright. So I don't think I can talk to these two yet. Yeah, figured. Just... Mama. Get something from Mama. You know what? This time, we'll have a beer. There we go. へえ、すごいわね。はい。ゲンさん。キリュウさん、一杯やらねえかい。We'll just remember old talks. なんで私がゲンさんに裏話ってなんな。That's not what I wanted. ママ。Oh no. 俺の趣味知ってる ？Oh no. How do I get out of this?カラオケで歌うことでしょ。このスナックに通ってるや誰でも知ってるよ。Tell me about it. 発声良くするために筋トレとかしてたしね。ほう。I didn't know that's what this is gonna be. よかったじゃん。新しくなってさ。最新機種よ最新。奮発したんだからたくさん歌ってよ。歌えっつったってあれは無理だぜ。Why not?無理って？あんなハイテクなもん俺には使いこなせねえよ。ああ、そういえばゲンさん最近歌ってないね。そうなのか。でも他の人が歌ってる時楽しそうにしてたじゃない。そりゃあまあ、俺はカラオケで歌うのも聞くのも好きだからな。確か。See one, two, three. Guess I technically have four more to go. Four more of these.Which are all side stories, so. Yeah, it really is. じゃあ歌いなさいよ。その筋肉はハリボテなの？ママ、落ち着いて。俺があんなハイテクでハイカラなもん使えるわけやねんだよ。If I can, you can. そんなことねえよ。なんかリモコンにテレビみたいなのついてるしよ。それが便利なんじゃないの？ I agree. そうだね。手元で簡単に曲選べるし。そうは言うけどよ。あれ、もしかして今のカラオケで一回も歌ってないの？ Yeah, have you? どうなんだ。そうだよ。もう俺のコンサート会場は家の風呂場だけど。そう。せっかく新しくしたのに恨み事言われるなんて。どう思う？キリュウさん。Why don't you give it a shot? とりあえず一回歌ってみたらどうだ？そうよ、食わず嫌いしてるだけじゃないの？俺は新しい機械ってのがとにかく苦手なんだよ。最近やっと電話の呼気を使えるようになったってのに。ゲンさん、過去からタイムリープでもしてきたの？どうなんだ？してねえよ。もう、ゲンさんがたくさん歌ってくれると見込んで導入したのに、これじゃ赤字じゃないの。ああ、やっぱりそういう狙いだったんだ。そりゃあまあビジネスですからね。Yeah, a shady business.
I was looking at the right one and then still staring at the button for a while. しかし新しいと言ってもいきなりの最新機種投入は僕も驚いたな。こういうのは勢いが大事なのよ。すぐに慣れたでしょ。まあね。いつもランキング上げようとしてムキになっちゃうよ。わかるぜ。I know the feeling. ランキングつったってこの店の客の数なんてたかが知れてんだろう。うるさいわね。違うんだよ。この店のランキングじゃなくて全国ランキング。全国？そのカラオケで歌うと自分が全国で何番目にうまいかすぐわかるのよ。もうこの小さい店にとらわれず全国を相手に歌で戦えるんだよ。あんたたちうちの店の規模に不満でもあるわけ？ Size matters. It's the motion of the ocean. そんなことねえよ。歌で全国ランキングって？それすげえじゃねえか。そんなことできんのか？ Yep. できんのよ。なんで教えてくれなかったんだ。ゲンさんが勝手に拗ねて聞く耳持たなかったんじゃないの。She gonna blow. She's just busting your balls. そうだね。なんも難しいことなんてないと思うんだがね。歌ってみようぜ、ゲンさん。俺もよく歌うが簡単だぞ。そうだな。じゃあちょっとやってみるかね。すぐ覚えられるわよ。そういえばゲンさんってどんな曲歌うんだ。Thankfully, I don't actually have to do karaoke with it. 前はよく演歌を歌ってたわよね。まあ演歌も好きだが。We're past all the choices now. 俺は今あの曲を歌いたいんだよ。I just want to skip the rest of this. あの曲？本日はダイヤモンドってやつ。We've already done this. え、ちょっとゲンさん、そんなポップな曲好きだったの？This conversation's already happened. 俺だってポップソングぐらい聞くわ。ラジオで聞いてからすっかり耳から離れなくなってな。そのカラオケには本日はダイヤモンド入ってんのか？そりゃもちろん入ってるわよ。私も昨日歌ったし。よっしゃ。じゃあ一丁歌ってみるか。ゲンさんにカラオケ教えて、本日はダイヤモンドで全国取るぞ。おお。Cool, we did that. Okay. I've already had the conversation with Mama. Mama. I already had a conversation with you. 今度は違う人と飲んでみるか。 You're basically now at a point where I need to wait until... Yeah, I'll leave. お疲れ様。また来てね。また来るぜ。I'll be back. 次も待ってるぜ。Alright, there's something I want to check. Oh... I can't change the refresh rate.I'm curious if that helps anything. Like, I get some weird screen tearing with karaoke. I just want it to be better. All right. Sober.I'm sober again. Oh, Kiryu-san. これからスナック行くの？行くなら一緒に入ろうよ。ちょっと聞いてほしい話もあるし。Sure. いいぜ。行くか。そうこなくっちゃ。それで聞いてほしい話ってのは何なんだ？聞いてほしい話。ママってさ、小さい頃どんな子だった？え？どうしたの急に。そうね、私は歌手に憧れる女の子だったな。Oh, wow.
お、いいね、歌手か。なんだかママっぽいや。でしょ、スポットライトに照らされて大勢の前で歌うの憧れてたな、そういうの。素敵でしょ。 You really are。 でもそしたらなんでこんなとこでママやってんのよ。こんなとこって。そりゃあできることならそうしたかったけど、オーディションとか怖くてね。私って結構シャイじゃない。ん、ん、は、ちょ、何よその反応は。打ち合わせでもしたの。いや、打ち合わせしなくてもこうなるよ。Totally。 確かにな、ママがシャイって初めて聞いたよ。ああ、ママは So full of energy。 ママは元気で堂々としてるイメージだよな。まあそんなママと話すのが楽しいからこの店に来てるんだけどね。何よ、泣かせてくれるじゃないの。で、それはそれとして置いといて。持ち上げておいて何なの。まあいいわ。それでなんでいきなり子供の頃の話。実はこれから小学校の同窓会があるんすよ。それでみんな子供の頃どんなだったのかなと。なんだ、そういうことか。 I get it now。 なるほどね。同窓会とか私は行ったことないな。まあ楽しんできなさいな。って、それならこんなとこいないで早く行きなさいよ。いや、まだ時間あるんで大丈夫っすよ。それに実は行こうか悩んでるんすよね。なんでだ。当時好きだった人が変わってたら嫌だなって思っちゃって。あら、でもそれは秋吉君にだって言えることじゃない。確かにな。だね、同じく老けた自分のこと棚にあげて何言ってんだよ。別に俺の変化にショック受ける人なんていないっすよ。Give yourself some credit。 そんなことねえよ。案外モテてたかもしれないわよ。嬉しいこと言ってくれるじゃないですか。案外って引っかかるけど。それで結局行くのかい。 Yeah, are you? どうなんだ。まあ内心は行きたいんですけどね。思い出と現実のせめぎ合いと言いますか。何わけのわからねえこと言ってんだ。だいたいあんた今年30だろ。同い年ならまだ若いじゃねえか。He's right。 そうだな。まだまだピチピチと言える年ね。若い若い。まあまあ、それ自分に言い聞かせてない？あ？いや違うんすよ。もうあの人はピチピチなんかじゃ。Explain。 なんでそんなことわかるんだよ。だって僕の憧れだった人は担任の先生なんで。あー、そっちか。まあ、なんというか。Who says an experienced adult is bad? 経験豊富な大人もいいもんだぜ。確かにね。そういえば去年、外国人野球選手が友達の母親と結婚してたよな。Really? あら、なんだか希望が湧いてくる話ね、秋吉くん。え？どの辺が？やっぱ男も女もくっつくのに大切なのはフィーリングなんだよ。いつも年や外見に惑わされるなって言ってただろう。いや、初耳っすけど。っていうか何の関係が？年の差なんてさまつな問題ってことよ。よし、今日は秋吉くんの前途を祝して乾杯だ。 I'll drink to that。 I'll drink to anything。 新しい焼酎開けちゃう？あんたらとりあえず理由つけて飲みたいだけでしょ。バレたか。で、話戻すと、憧れの先生が年老いた姿を見たくないんだっけ？まあ、ざっくり言うとそんな感じです。Yeah, that's fair。 なるほどね。Just do it。 会ってこいよ、秋吉さん。桐生さん。なんだかんだで、昔の話に花が咲いて馴染むもんだよ。そんなもんすかね。初同窓会なんで身構えすぎてたのかな。よし、決めた。俺、同窓会行きます。覚悟ができたようだな。でもそうなるとママもうかうかしてられねえんじゃねえのか。私が？どういうこと？先生と関係が深くなったら店に来なくなるかもよ。そんなことはありえませんって。何言ってるんですか。そうなったら寂しくなるわね。売り上げ。あれ、今売り上げって言った？気のせい気のせい。じゃあ秋吉くんの素敵な同窓会を願って。乾杯。Hell yeah。 じゃあ家で着替えたら同窓会行ってくるよ。ありがとうっす、桐生さん。ああ、しっかりな。あ、桐生さん、秋吉くんもう行っちゃった？ああ、
さっき帰って行ったぜ。どうかしたのか？秋吉くん、お財布忘れて行っちゃったのよ。困ったな。お店開けられないし。I don't know. それなら、I don't know what's gonna happen. まだ遠くに行ってもねえだろうし。本当？じゃあ頼めるかしら。秋吉くんの家は神社の方だから、すぐ会えると思うわ。わかった。All right. To the shrine.It's not the shrine. 何をやってんだ、あんなとこで。もしもし。おっとと。あれ、キリュウさん、どうしたんすか？ほら、忘れ物だぜ。ああ、忘れてったのか。すいません、助かりました。あんた。こんなとこで何してんだ。同窓会に行くんじゃねえのか。いや、ちょっと先生との思い出をぼんやり考えてて。実は俺、小学校を卒業してもたまに挨拶がてら先生に会いに行ったりしたんすよね。ほう、そうだったのか。ええ。で、高校の時は俺野球部だったんすけど、会うたびに優勝してくるからって言ったりして。高校球児らしいじゃねえか。でも結果は地区予選敗退でした。俺はピッチャーだったんすけど、さよならホームラン打たれて。せっかく先生が見に来てくれた試合だったのに。なんだかそれ以来顔を合わせにくくてズルズルと。そんなことがあったのか。だからさっき年を取って変わってしまった先生を見るのが怖いって言ったけど、それ以上にろくに成長してない自分を先生に見られるのが怖いんです。高校野球でてっぺん取ってプロで活躍するって言ってた男が、結局田舎町でうだつの上がらないリーマンで、趣味がスナックに通うだけってどうなんだと。こんな教え子の姿見たらがっかりすると思うんすよ。あんた、そんなことを考えてたのか。そいつはとんだ見当違いだな。え？その教師は幸せだと思うぜ。何年経ってもこんだけ思ってくれる教え子がいるんだからな。きっとあんたがまた会いに来てくれるってだけで十分嬉しいはずさ。大事にしてた子が元気でいる以上のことなんて何もねえんだよ。そうなのかな。あんたがさよなら打たれて負けたことよりも、会いに来てくれなかったことの方が悲しいはずだぜ。なあ、もう少し年食ったらわかるさ。だから今は何も考えずに行ってこい。なんだか説得力あるな、キリュウさん。なんかつまんないことで悩んでた気がしてきましたよ。そうか。じゃあ俺ちょっと行ってきます。何度も背中を押してくれてありがとうっす。ああ、それとな、野球はチームプレーだ。誰かのせいで負けたなんてことはね。そんなことを引きずる必要はないんだからな。はい、ありがとうございます。All right. Glad he's feeling better. And meow. ちょっと飲んでいくか。いらっしゃい。ゆっくりしてってね。
キリュウさん。よう、同窓会はどうだった？ちゃんと先生と話すことはできたか？ええ、先生俺に会えたことをすごく喜んでくれてマジで嬉しかったっす。行ってよかったな。な、僕らが言った通りだったろ。また秋吉くんが野球やってる姿見たいなんて言われちゃっても。ほう、よかったじゃねえか。思い出が綺麗に上書きされたようだな。だったらあんたも僕らのやってる草野球に混ざるかい？なあ、キリュウさん。キリュウさんと畠山さん、野球やってるんすか？まあ、草野球だがな。秋吉さんも入るか？経験者なら大歓迎だぜ。本当っすか？ぜひ入れてください。先生の前でファインプレーしたいっす。そうか。じゃあこれからよろしくな、秋吉さん。はい。ナイス。それにしても先生は相変わらずダンディーだったな。俺もあんな大人の男になりたいっすね。うんうん、大人の男に。え？あんたの言ってた憧れの先生って男だったのか。え？そうっすよ。優しくてかっこいい憧れの先生です。今日の酒、お前のおごりな。え？ちょ、なんでですか？紛らわしいんだよ。僕はてっきり女教師とのロマンスだと思って聞いてたのに。んなわけないでしょ。何勘違いしてんすか？お前はいつも言葉が足りねえんだよ。今度は野球でビシバシしごいてやるからな。そんな。Did it. I'm a regular now. Hell yeah. Hey mama, let's play some darts. あら、ダーツやるの？相手になるわよ。勝たせてもらうわ。全力で来い。よし。よし。ナイト。パーフェクト。I actually forgot I had that sound bite. I think I said that a couple times now. Just perfect. Yes. Arara. Kimetsu. That's not perfect. Triple four. Yes. All right, highest she could get now is 296. I have already won. I literally got the same score as I did last time. According to the game. Perfect.
また遊びましょう。 Hell yeah! Two hearts! よう、キリュウさんだったな。ああ、そうだが。てっきり冷やかしで店に来て、すぐにいなくなるかと思ってたんだが、見当違いだったようだ。というと？この店には常連以外でたまに新しい客も来るんだよ。ただその大半はママを口説くだけだったり、空気読まずに輪に入って自分語り始めたり。勝手にカラオケ独占して、その後パッと来なくなるような連中が多くてな。それはひどいな。だがあんたは他の客たちからの評判もいいし、ちゃんと礼儀もわきまえている。俺たちちょっと誤解してたみたいで、釣れない態度を取ってすまなかったね。今更だけど、これから一緒に飲まないかい？俺からもぶしつけな態度だったことを詫びさせてくれ。あんたとは一緒に酒を飲んでみたいんだ。二人とも。ああ、もちろんだ。そうか。じゃあこれからよろしくな。俺は金子って言うんだ。俺は安藤。おたふく屋っていう質屋の店主をしてる。金子さんに安藤さんだな。こちらこそよろしく頼むぜ。Can I drink with both of them?一緒にどうだ。おお、なるほどな。おお、そんなことが。ナイス。Come on, come on, that. Okay. 一緒にどうだ。ああ、苦労してるね。なるほど。大変だったな。All right. Let's do some karaoke now. So I think now that means I can at least up all three of them. Mama and these two.By the way, I didn't fix it. It's still like juddery. Not bad, I guess.
Mama? Yeah. Yeah. Mama. Mama. Do sake this time. I have 70 to go. Omurice and... Nope, I didn't add that up right at all. There we go. Hey, sugoi wa ne. Kao makka yo. Getting kicked out. Too drunk. Chotto kaze ni atatte kuru. Mata nomou na. Time to go drink some water and sober up. A hydro homie. Excuse me, sir. Chotto nonde iku ka. Ara Kiryu-san, irasshai. I'm back. Yeah. Oh. Oh. Ando's there. And there's those two. Issho ni dou da? Where's the other one? Uriage nobinakute sa. Oh, sonna koto ga. Okay, so Ando's ready for his side mission. Mama. You know what? Mama, let's dart it up. Ando. Let's dart it up. Okay, this is just three rounds. Moving my controller off the lap. Perfect. What's funny is that double bull is still just a bullseye. It's still only 50. If it was worth 100, I'd be going for it. Perfect. That one was a, that was given. Pretty sure that was supposed to be just a single 20. What am I doing? I don't even know why I grabbed my controller. There's still another one left. Yeah.
Okay. All right. One. I need to get 404 in order to know that he's not going to win. Hey, I did it. Fucked it. I fucked it again. Oh, now you fucked up. You blew it. So, if you're wondering, this episode's going long because of... Perfect. I want to get through these, the bar chat missions, and then that way we can do whatever in the next episode and not have to worry about these ever again. So. Ara, darts yaru no? Aite ni naru wa yo. There's three to go. One of them is already basically ready for the side mission. I have to do Mama and then the third one. Oh. 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 That one hurts. That one hurts a lot. I don't want to exit the minigame, but I do want... I just don't like that there's no music to this. I clicked out of the menu, and that counted as a click? Or what I could also do is this one. Might actually make some sense. The elevator music playlist that I have. Which could actually make some sense. Let's go back to hi-fi. Perfect. Actually, here's a better question. No, hi-fi is the one that I want. I was thinking maybe lo-fi is actually what I want. No, I actually want hi-fi. We're good. Nice. Okay.
So, because I played darts with Ando, doesn't work with Mama. I actually do need to pause this for karaoke. I was hitting those just off. I hit them reverse of each other. Like so. 169, nice. Getting close to Mama's. あら、今日は早いのね。また寄らせてもらうぜ。また。Pretty talk to everyone there. All right.This one's cheaper. Oh, Kiryu-san, jan. Hey. 今からスナック行こうかと思ってたんだけど。Wait, hold on. 一緒に行こう、dude. There we go. He did that. Ando.You? Yeah, I think so. Okay. Ah, それは構わないが、おたふく屋はいいのか？この時間あんま客来ないんだね。だからちょっと一息入れようかと思って。おたふく屋って質屋の旦那ってあんた？あ、ああ、そうだけど。ちょっと買い取ってほしいものがあるんだけど、今日はもう店閉めちゃった。いいですよ。鑑定いたしますので、店の方までどうぞ。な、そう？悪いね。誘っといて悪い、キリュウさん。すぐ終わるからちょっと待ってて。ああ、まあいいぜ。パンチアップ is on this side of town?I think it's the drugstores on the other side. The price of love.
Yeah, okay. Are those guys gonna go any direction? Coming this way. Like I said, some of these times I just don't feel like fighting people. This is one of those times. この指輪は？あ、どうしたの？いえ、失礼しました。こちらは名前が彫られている分、減額で1万円ですね。んだよ、しょっぽい指輪だな。まあいいや、1万ね。どうかしたか、安藤さん。顔色が良くないようだが。え、いや、大丈夫。ごめん、キリュウさん。スナックは先に行っててもらえるかな。わかった。あまり無理はするなよ。何やら安藤さんの様子がおかしかったような。To the bar! Again. スナックで、それとなく話でも聞いてみるか。Wow, that was dramatic. 安藤さんが後から行くと言っていたな。先に入っているか。よし、行くか。あ、キリュウさん、一人？いや、後から安藤さんが来る。何やら元気がなさそうだったのが気になるか。あら、それは心配ね。まあ、来たら話でも聞いてやろうぜ。あら、いらっしゃい、安藤さん。確かになんか元気ないわね。まあまあ、座んなって。悩みがあんなら聞いてやるぜ。ああ。で、どうしたんだよ、安藤さん。そんなにしょぼくれて。さっき質屋に売りに来た客と何かあったのか。さっきの客？YOLO。YERP。話くらい聞くわよ。解決するかは別として。まあ僕らの話で解決したら奇跡みたいなもんだけどね。そりゃ確かにね。 True that。 そうだな。あら、本格的に元気ないわね。さっきのお客さんが売りに来たやつさ、結婚指輪だったんだよ。俺と元嫁の名前が彫られたやつ。Oh hell no。 なんだって？え、元嫁って安藤さんバツイチだったんすか？そうだよ。別れたのは結構前だけどな。でも最近復縁できるかもって言ってなかった？ You were？ あ、未練タラタラなんですね。うるせえな。なくしてから初めて気づくことだってあるだろう。ソーダポップ。確かにな。Yep. ソーダポップ。でも気づいた頃にはだいたい遅いのよね。まあまあ、そんな傷口に塩塗るようなことを。とはいえ復縁できるかもなんでしょ？ You think so? どうなんだ？ Not if she's dead。 最近少しずつメールも返してくれたりしてさ、今度久しぶりに会って食事でもみたいな話もしてたんだよ。なかなかやり手の女みたいだね。魔性の女的な。そんな器用な女じゃないはずなんだがな。女はね、いくつもの顔を使い分けて生きてるのよ。いつも見せてる顔が真実とは限らないの。Damn, man, am I right? Oh. なんかママが言ってますよ。長くなりそうだから聞き流しとけ。あんたたち、金輪際つけなしだから。そんな。まあ、それは相当。It's bad to crack your knuckles. What happened to the ring? その指輪はどうなったんだ？やっぱり突き返したの？結局商売だし、指輪は適正価格で買い取ったさ。1万円。あら、切ない話ね。I'll give you tragic. So sure is. 売りに来たのって誰なんすか？嫁さんじゃないんでしょ？なんかチャラチャラした若い男だった。それが再婚した今の旦那ってか。再婚なんて俺は聞いてねえよ。あんなの元嫁の好みじゃねえし。Am I her type? Are you her type? そうなのか。女はね、
いくつもの顔を使い分けて。その話はもういいから。ムーン、そもそもなんで離婚したんすか？Too personal. Can we ask that? 当時は仕事が忙しくて家にほとんどいられなくて寂しい思いをさせていたが、分かってくれると思ったんだよ。その挙句に離婚って目に浮かぶように綺麗な流れね。でもその後俺はちゃんと反省して脱サラまでしたんだ。それで家庭の時間を取れるようにこの田舎で自営業を始めたわけ。 I'll get your coat. なるほどな。経営も安定してきたし、もう一度やり直そうって思ってたのに。なんかマジで気の毒になってきましたよ。 Don't lie. Me too. そうね、話半分で聞いてたのが申し訳ないわ。いや全力で聞けよ。たく、ひと事だと思いやがって。 Hay is for horses. そんなことねえよ。まあ今はとにかく。 Well anyway, you should talk to your ex. 元嫁と会って話をしたらどうだ。まあ実際のところを聞かないとわからんよね。実はさっきから連絡してるんだけど返信もなくて。雲行き怪しいっすね。 She probably died. 確かにな。実はその新しい男を紹介するために今来てるとか。ちょっと秋吉くん。あ、すんません。もう俺旅に出ようかな。 You mean you'll run away? You mean the bars? なんだって。は？家族とやり直したくてここで頑張ってたのに、これじゃ。ちょっとやけになっちゃダメよ。Open up an orphanage and enjoy the ego. God damn. Yeah, she's right. いやもう決めたよ。俺は船で誰も知り合いのいない町へ旅立つ。何言ってんだこの人は。安藤さん。It's still too early to give up. 諦めるのはまだ早いぜ。でも、もう俺には何も。まだ指輪にしても嫁にしても、わからねえことの方が多いんだ。旅立つのは、事情が分かってからでもいいんじゃねえのか。そうそう。それにおたふく屋がなくなったらどこから食器仕入れたらいいのよ。これおたふく屋で買ってたんだ。あんたの店結構気に入ってたんだぜ。考え直しなって。みんな、じゃあもう少し考えてみるかな。安藤さん頑張ってるんだもん、きっといいことあるわよ。じゃあ安藤さんの幸せな生活が戻ることを願って。乾杯。Perfect. That one doesn't, that shouldn't count because I'm using a walkthrough for it. Alright. Those boys are standing out there, so time to go this way again. なんか張り紙があるな。何何？しばらくの間休業させていただきます。だと？おいおい、全然立ち直ってねえじゃんか。あ、畠山さん。みんな。いや、安藤さん大丈夫かなと心配になってね。さっきあんなに優しく接したのに。いや、ママはいつも通りだったよ。この辺におたふく屋っていうお店はありませんか？ああ、それならここだけど、ちょうどさっきから休業しちゃったよ。え、休業って。では、店主の安藤は今どこに？それは俺らも知りたいんだけど。っていうか、あんた誰？あ、私、安藤の元妻の小春と申します。夫が、え、元夫がご迷惑をおかけしまして。I love Kiryu's just lack of reaction. Everyone else is like, what? Kiryu's just like, ちょっとひどいんじゃないの？一番迷惑かけられてるのは安藤さんの方よ。新しい男に指輪売らせに行くわ、急に連絡しなくなるわってあんまりじゃない。まあ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 、気持ちはわかるけど。指輪を売る？Where is drinking buddies? 皆さんは安藤とはどういう？ただの飲み仲間だよ。
そうだったんですか。青。安藤には素敵なお友達ができてたんですね。とにかく少し話を聞かせてもらえないか。指輪といいあんたといい、わからねえことだらけだ。はい、実は。バッグを盗まれた？はい、私は今日の朝に尾道に着いたばかりなんです。安藤から生まれ変わった俺を見てくれって何度も連絡が来たから、こそっと様子だけ見ようと内緒で。安藤さん結構熱い男なんだな。それで尾道に着いて安藤の店を探してる途中にバッグごとひったくられてしまって。安藤さんとの結婚指輪もその中に？はい、安藤と別れた後も指輪だけはどうしても処分できなくて。きっと私もどこかで安藤に未練があったんですね。 As is the Yakuza way, it's all a misunderstanding. 安藤さんは寂しい結婚生活をさせてしまったと後悔していたな。安藤は責任感の強い人で、家にいるよりも会社にいる時間の方がずっと長い仕事人間。そのくせに人見知りで、それこそ友達なんていませんでした。まあ安藤さんはスナックでもなかなか新しい人と話したがらねえしな。その辺はあんまり変わってないっすね。でもこんなに安藤のことを心配してくれるご友人ができていたなんて、正直驚きました。あれ、ひょっとして安藤さんと小春さんの復縁は別に絶望っていうわけじゃない感じ？ええ、まあ。要は指輪を売りに来たやつはただのひったくり犯で、小春さんも安藤さんも被害者ってことか。じゃあなおさら安藤さんを探さないと、このままじゃ本当に旅立っちゃうぞ。そうね、とにかく手分けして探しましょう。あんたは俺と一緒に来るか？この辺の地理もよくわからんだろうし。そうですね、すみませんがご一緒させて。へ、ヘイタクル、誰か？That person just disappeared. そこどけや、おっさん。飛んで火にいるなんとやらだ。Close item. Oh.He couldn't go any further, so all that momentum got transferred into Kiryu. お前だな。小春のバッグひったくって、指輪売り飛ばした犯人は。くそ。どうしたの、桐生さん。大声出して。ああ、畠山さん。たった今、例のひったくりを捕まえたところでな。え？こいつが？ああ。それで安藤さんはどうなった？まだ見つからねえか。あ、そうだ、タバコ屋のばあさんが海辺の方に安藤さんが行くのを見たって言ってたよ。海辺か。よし、 The seashore。 Alright, time to go to the seashoreSee if she sells seashells. Bye. Can't catch me.I came from the other direction, Kiryu. 本当に海辺で黄昏てるよ。でも旅立つ前に見つかってよかったよかった。ねえ、
なんか安藤さん、投球モーションに入ってない？何？おいおい、まさかあれは指輪投げてバカ野郎ってベタに叫ぶ気じゃ？待って、あなた。え？小春？どうして？よかった。小春、やっぱりこの町に来てたのか。俺に別れを言うために。待って、違うの。何が違うって言うんだよ。もうこれ以上俺に希望を持たせないでくれよ。あの指輪だってどうせ俺への当てつけなんだろう。そうじゃねえ。指輪は盗まれたもんだったんだ、こいつにな。桐生さん、それにさっきの兄ちゃん、盗まれたってどういうことなんだ。小春さんは別れてからも大事にしてた結婚指輪を持って今日あんたに会いに来たんだよ。だがその途中でバッグをひったくられて、皮肉にもあんたの店で指輪を売られちまったってわけだ。嫌な思いをさせてしまってごめんなさい。私が不注意だったばっかりに。ひったくられてって、そんな、いや、それよりも怪我はしてない、大丈夫か。うん。そっか、桐生さんたちもすまなかったね、心配かけちゃったみたいで。いや、気にするな。ちょっとばかり運が悪かっただけさ。いや、ある意味良かったのかもな。え？本当は今日こっそりあなたが働いているところを覗いて帰ろうと思ってたの。働いているところは見れなかったけど、それ以上に素敵なことが分かった。素敵なこと？あなた、こんなに素晴らしいお友達ができてたのね。みんなあなたのことすごく心配してた。さっきママにも怒られちゃった。これじゃ安藤さんがかわいそうだって。やだ、なんか恥ずかしい。あー、キャーって。東京にいるときは私以外話し相手もいなかったのに。本当に変わったのね。この町のおかげなのかな。どうだろうな。ねえ、あの指輪今持ってる？もしよかったら私に売ってくれませんか？とてもとても大切な指輪なんです。え、ちょっとちょっと、これって。その指輪はここにあるよ。だけどお代はいただけません。その代わり、あなたの人生の半分。It was actually not what I was exactly expecting, but alright. Anata. Hi. Mata isho ni sasete kudasai. Taku, kizama shichiya da ne. Boku dattara anna koto shindemo ienai wa. Are kurai no hou ga onna no hito wa gutto kuru n janai suka? Gen ni mama naite iru shi. Yokatta. Yokatta ne.雨降って地固まるだな。ふぅ、ひったくり野郎も警察に引き渡してきたし、安藤さんは復縁できたし、一件落着ですね。みんな本当にありがとう。心配もかけたし、いろいろた。The game just crashed.Like, entirely.
the fuck is... I'm pretty sure it's... Like, the autosave happens pretty frequently. But I do believe... that I might have to go through that whole thing again. Just that last mission. I'm gonna pause the recording for a second while I figure this out. Hey YouTube. I don't know what's going on yet. So, for those of you who are wondering, there's going to be probably a little bit of a break here. I need to restart my computer, which means recording is going to die. So, hopefully, all that fun stuff is still good. So, I will be back, hopefully, with the game again. Hey, so, here's the deal. After restarting my computer, didn't fix. So I did a little bit of research, and apparently Xbox Live is down. So, that means that I can't do anything. Like, it's not like I'm sitting here doing, or it's something on my computer that's broken, because it's not. It's, what I'm guessing is there's the reason why it's giving me that error message. We're going through the restart, or what happened. Restart didn't fix. Xbox Live is down. So, I assume that's why it's throwing me that error message, is like, be online. Well, it's not able to actually make the handshake between my computer and the Xbox Live servers. So, unfortunately, for those on YouTube, this is going to be the last, actually for both YouTube and Twitch, this is going to be the last little bit of Yakuza for this week. So, for those of you watching on YouTube, thank you all so much for watching. I'm Blurry Phoenix, and game on.